はいどうも、始まりました。今回何をしますかと言いますと、まあね、後ろの匠君見てもらったら分かる通り、今回手袋を武装色の覇気を使ってるんだ。レッドホーキノコの子の子元気の子。それ今回僕青入れてたんですけど、そうそう抜けてきてね、ちょっと色ムラってきてるんで、ちょっと染め直しをしようかなっていう。まあちょっと色の方はお楽しみということで、今日は僕のカラーリング動画になりますね。おー、行くぞお前。引っこ抜かれてあなただけに。じゃあちょっと塗っていきましょうか。どうも坂田です。最近ちょっと毎日 YouTube のサムネイル宇野の顔しか見てへんねんけど、ちょっとヤバいって。地獄の宇野ウィークでもウッチーマジで結構リアルに言うと、一番最初に出たあのウッチーのポンっていうサムネイル全部つなげていくと徐々に顔やつれてっとんねん。誰が最終的にはホラーマンになろうと思って。誰がキノコの元気の子。最近ね、僕すごい不思議な出来事っていうか、不思議なものを見つけて、ちょっと聞いて聞いて。あんまりなんか緑ってさ、やってる人いいんから、あんま見えへんけどさ、寝ない緑にしてね。緑って塗ってたらこうなんか黒くなるの。聞いて聞いて。結構なんか沈んだ感じに見えるから。聞いて。俺マジで最近 UFO 見つけて、うん、お前だって宇宙人やちゃうわいな。キノコの子の子元気の子。二条城6つぐらい光ポン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 って並んでる。俺の妹を見て、すげえ。え、めっちゃ綺麗やん。まあ結構まあ僕自身が綺麗って言われるんでね。はい、って感じで流し終わりましたね。まだ見てないんですけれども。綺麗。あ、ハゲ取れない。引っこ抜かれてあなただけに。お、いいやん。鮮やかなグリーン。なかなかおらんくない。ってことで、ちょっと今スタイリングしてきたんですけれども、ちょっとまさかのこれすごいカラーになっちゃってまして、室内と室外で見る色味変わるっていう、めちゃめちゃうまいこと極み使いこなして。僕もともと青も入ってて、まあその中にちょっと緑やりてみたいな言ってやってたんですけど、黄色をねめちゃめちゃいい感じに使いこなせたみたいな感じで髪カラーが誕生いたしました。世界中の僕のファンがまたキャーキャーわめくとは思うんですけれども。元気の子。まあ今日の動画ね、僕のカラーのねちょっとあれになってるんで、また概要欄からね SNS のねリンク貼ってあると思うんで、またそちらでなんかご相談等ありましたらもう何でも受けたまっていますので、またお願いします。ありがとうございました。